ザエリートは新日本プロレスドローで活動していたプロレスユニット。もともとはバレットクラブ内のタッグチームとして結成され、その後 BC 内の派閥的なグループに発展し、2018年に発生した BC の内紛構想を機にユニットとして独立。現在は A で活動している。2016年1月5日、バレットクラブの2代目リーダー、アージスタイルズが追放され、 オメガが3代目リーダーに就任した。2月14日、新日本プロレス、長岡大会にて、中村信介の新日本プロレス対談に、伴い空位となっていた、IWGP インターコンチネンタル王座に挑戦し、同王座に、同じく挑戦を表明した、棚橋博士と対戦。リング下に潜んでいた、ヤングバックスの介入によるアドバンテージを活かして、勝利し、 第13代王者に輝いた。同月20日、後楽園ホールでの新日本プロレストローの合同工業、オナーライジング、ジャパン2016にて、オメガとヤングバックスは、ザエリートというトリオ名で、カオスの矢の 2&、ブリスコブラザーズ組が持つネバー無差別級6人、タッグ王座に挑戦して勝利し、第4代王者に輝いた。4月10日の両国国技館大会で、 田中市博士吉田達マイケル・エルガン組に敗れ大座貫落。その後も3人はトリオとしての活動を継続した。2018年7月、バレットクラブは、タマトンが率いるバレットクラブ、OG と、オメが率いるバレットクラブ、エリートに分裂した。OG は、カオスのメンバーだった、J ホワイト、ジ邪道、下道を引き抜いて、勢力を拡大し、9月から無印の、 バレットクラブを名乗るようになり、エリートメンバーは離脱する形で独立した。2016年4月、ヤングバックスは YouTube 上にチャンネル、Being the Elite を開設。次第にハングマン・ページ、コーディー、マーティス・カルラのロー所属のバレットクラブメンバーが、レギュラーとして登場し始め、オメガ、ヤングバックス、ページ、コーディースカルは自らを、 ビーイングザ・エリートと名乗り行動を共にするようになった。2018年1月5日の新日本プロレス工楽園ホール大会にて試合に勝利したコーディが試合後に対戦相手のイブシコータに追い打ちをかけようとしたところをオメガが救出。オメガとコーディの関係に亀裂が生じる。コーディらがバックステージに引き上げた後、オメガはバレットクラブをもう一度強くするために 新メンバーを迎えたいと発言し、J. ホワイトを勧誘する。しかし、ホワイトはオメガにブレードランナーを叩き込んで加入を拒否。翌6日に記者会見を開いたホワイトは、カオス加入を表明した。28日の新日本プロレス、札幌大会にて、オメガは J. ホワイトに敗れ IWGPUS ヘビー級、大座防衛に失敗。試合後のリング上に新挑戦者として、 姿を現したページが、ホワイトから奪い掲げたベルトをオメガが奪い返し、ホワイトに渡した。これを受けて、コーディページとオメガの抗論が始まり、オメガは、仲裁に現れたマットを不意に突き飛ばしてしまう。その後、コーディページに襲撃されたオメガのもとへ、イブシが救出に現れ、二人は法要。DDT 時代のタッグチーム、ゴールデンラバーズの復活に至った。2月23日、 ク楽園ホールで開催されたオナーライジングのメインイベントで g l c h a ズ s e 図体、コーディページスカル組の試合が行われコーディ組が勝利。試合後コーディはマイクでバレットクラブイズファインバレットクラブイズマインと宣言しオメガとの構想がユニットのリーダー争いであることを表明。24日同大会にて GL 対 コーディアンドスカル組の試合が行われ、GL が勝利。試合後のリングに現れた、ヤングバックスは、ジュニアヘビー級からヘビー級に転向した上で対戦を要求した。3月25日、新日本プロレスカリフォルニア大会のメインイベントで、GL とヤングバックスの対戦が実現。試合に乗り気ではないオメガが攻撃を躊躇する場面が見られたものの、 オメガがニックに変欲の天使を決め、GL が勝利。試合後、マットがオメガの握手に応じないなど、ヤングバックスとオメガの関係は、修復に至らなかった。4月1日、新日本プロレス両国国技館大会で、GL 対コーディページ組の試合が行われ、コーディがメッシブセから丸め込みで、ピンホールを奪って勝利。7日、アメリカニューオーリンズで開催された、 ロー主催の PPV スーパーカードオブオナー12のメインイベントでオメガ対コーディの試合が行われた。試合終盤にヤングバックスがコーディに対してダブルスーパーキックを狙うが回避されオメガに誤爆してしまう。そのままコーディはオメガにクロスローズを決めて勝利。5月3日、レスリングドンタクにてイブしたいコーディ、オメガ対ページのシングルマッチが行われた。 前者の試合ではコーディが審議、ディン、エスファイアでピンフォール勝ち。後者の試合では、試合前半にコーディの仲介が入ったものの、オメガがピンフォール勝ちを収めた。同日のネバー無差別級6人、タック選手権試合で、挑戦者のニック・マットス・カルクミが、王者のトンが、タンガロア、バッドラック・ハレクミに勝利し、王座を勝ち取った。翌4日、同大会で、 オメガイブシトンガロアファレグみたい、コーディヤングバックスページスカル組の試合が行われた。試合後、オメガとコーディのいないリング上でメッシブセを除く7人がトゥースイートポーズを交わし結束をアピール。オメガコーディ間の構想はユニットの結束に影響しないことを確かめあった。6月9日、新日本プロレス大阪城。 ホール大会にて、岡田和地下の持つ IWGP ヘビー級王座に、オメガが挑戦。同王座史上初の時間無制限3本勝負で、行われた試合は、オメガが勝利し、自身初の同王座体幹を果たした。試合後のリング上でオメガとヤングバックスは、和解を果たし、3人に加え、オメガのセコンドについていたメッシブセを含めた4人で、抱擁し合った。 オメガはバックステージで4人によるユニットゴールデンエリートの結成を表明。後日、花道からリングへ向けて歩み寄ったものの途中で引き返したコーディがオメガの初防衛戦の相手に決定した。7月7日、新日本プロレスロサンゼルス大会のメインイベントでオメガとコーディによる IWGP ヘビー級選手権試合が行われ、オメガが初防衛を果たす。 試合後、二人は握手を交わし、和解。オメガとセコンドについていたヤングバックスが花道を引き上げる途中、トンガ、ロア、キングハックが三人を襲撃。三人はリング上に引き戻され、救出にやってきたページ、スカル、オーエンズ、高橋博士二郎、コーディもトンガたちに攻撃された。その後、トンガ、ロア、ハック、ファレはバレットクラブ。 OG を名乗り、攻撃されたメンバーたちは、バレットクラブ、エリートを名乗るようになった。7月から8月にかけて開催された G1、クライマックスに、OG からトンガとファレ、エリートからオメガ、メッシブセ、ページが参加した。トンガ、ファレはセコンドに、ロアを従え、勝負を無視した、反則の限りを尽くした。一方、同じ B ブロックに配属されたオメガと、 イブシは8月11日の日本武道館大会で6年ぶりにシングルマッチで対戦し、イブシが勝利。イブシは B ブロック代表として12日に A ブロック代表の棚橋と対戦し、ピンフォール負けした。同日の第5試合でネバー無差別級6人、タック王座を持つニックマットスカル組と、トンガロア、石森太氏2組が対戦。 試合前に急遽選手権試合に変更された、この試合はスカルがピンホール負けを喫し、同王座がエリートから OG に移動する事態となった。9月1日、ヤングバックスとコーディーによる1万人規模の自主興行、オールインが開催され、ビーイングザエリートメンバーとイブシが参加した。コーディーは、父、ダスティローデスが保持していたことがある NWA、世界ヘビー級王座を体感した。 10月8日、キング・オブ・プロ・レスリングのメインイベントで、オメガ、メッシブセ、コーディによる、IWGP ヘビー級王座選手権試合3、ウェイマッチが行われ、オメガが防衛を果たした。10月30日、クリス・ジェリコの主催イベント、クリス・ジェリコ、S ロック N、レスリング・レイジャー・アット・ C にビーイング・ザ・エリートが参加。トークイベントに参加したコーディは、ペイジ、コーディ、スカルが、 ザエリートの正式メンバーになったこと、オージーとエリートの内紛は集結し、ザエリートはバレットクラブから去ったことを明らかにした。11月8日、新日本プロレスは、ワールドタグリーグに出場する高橋ページ組をザエリートメンバーとして紹介。バレットクラブエリートのメンバーがそのまま、ザエリートに移動し、新ユニットとしての活動を開始することになった。ヤングバックスとコーディが、 契約期間満了でローを12月31日付で退団した。2019年1月1日、コーディーとヤングバックスが中心となる新団体オールエリートレスリングの創立が発表される。3人は同団体の副社長を務める。また、ページの所属も発表された。1月4日、応援図を除くメンバーがレッスルキングダム13に出場。オメガは、 IWGP ヘビー級王座、イブ氏はネバー無差別級王座、コーディは IWGPUS ヘビー級王座の防衛戦を、ヤングバックスは IWGP グ王座への挑戦を行い、全員が敗北する。事実上、この試合を最後にヤングバックス、コーディ、ハングマンページ、ケニー・オメガが新日本を離脱した。一月五日、後楽園大会にて、石森、トンが タンガ組が、ネバー6人、タック選手権の試合終盤にオーエンズと高橋が、乱入しか制したことで勝利を収め、試合終了後にオーエンズと、高橋は、ザエリートを脱退、バレットクラブに再加入した。2月17日、オメガガへの会見に登場し、所属選手契約並びに副社長に就任したことを、表明。ビーイングザエリートは、ヤングバックスが2016年4月に、 YouTube 上に解説したチャンネル。週に1から2本の動画が投稿されている。動画はザエリートメンバーが iPhone で撮影し、編集を行っている。出演者はエリートメンバーだけではなく、ローや新日本プロレスの所属レスラー、クリス・ジェリコやレイ・ミステリオなどの有名レスラーなども出演することがある。もともとはザリートのグッズ足と日々の生活の記録として、 運用されていたが、次第にザエリートとバレットクラブのストーリーラインに関わる内容が展開されるようになった。ありがとうございます。